どうしよう、どうしよう。こんなこと今までの人生でありえんかった。クリスマス直前にやってきた二つの恋。可愛いなって。僕と付き合ってください。はるか先輩。わたるくん。自分はるかさんが好きです。ずっと恋できんやったのに、急に二人いっぺんに現れるとか。どっちも好きでどっちも選べない。誰も傷つかん恋愛とかないと思うけどね。これは福岡で本当にあったトライアングルラブ。気づいたんです、本当の気持ち。福岡恋愛白書クリスマス協奏曲。